アイドル、その役目、昭和を見てきた人々が感じるそれは、実際には、王の権威。その意向を人々に伝える、そのためのメッセンジャーでしかなかった。その理想には、進行しうる未来があったわけだがしかし、誰?の先に実在する一人、それは重く、その理想を物理的に可否定していて、そしてその個性が切り捨てる領域によどんだ。役目も、していることも、語らんとする未来も、同じだ。ただ、誰?それは、いない。神はいる、し、アイドルとは、その声を、理想を人々へ示す、そのためにいるのだ、が。人としてはいない。実在する神様、それの持つ混沌、それは必然のような不安、だろうか。100% の具現はありえない、何かの、欠落か失念、不足、そういうのはある。結局、誰でもだろうか。見ているのは自分の、それが具現化した。